平野翔の新 CM 撮影裏話水を避けるシーンの苦戦と成功の瞬間とは平野翔脅威驚異の食欲ステーキ 550g とご飯4杯を平らげる驚きのエピソード平野翔が出演する新 CM ボシュロムアクアロックス r ワンデー UV シーンの発表が話題を呼んでいますこの新 CM は続的る男編として 2024年6月27日から放送が開始されます。平野省の透明感あふれる爽やかな姿と、その美しい目にフォーカスを当てたスタイリッシュな演出が特徴です。前回の CM でも注目を集めた平野が水に滴るシーンが、今回の CM でも継続して取り入れられています。商品特徴である16時間潤い続く、滴るレンズを、実際に水に滴ることで表現しているのです。 このシーンの撮影は非常に難易度が高く、四方八方から勢いよく噴射される水を平野がギリギリのタイミングで避けるというチャレンジングな内容でした。メイキング映像では、何度も水を避けようと苦戦する平野の姿が収められており、それでも笑顔を絶やさずトライし続ける彼のプロ意識が伝わってきます。前回の滴る男ペンは、思わずくすっと笑ってしまうようなコミカルな CM でしたが、 今回は大人っぽく洗練された印象へとパワーアップしています平野の透明感あふれる爽やかさが見事に凝縮された CM となっているのです大人っぽいシックな濃紺のシャツを身にまとい元気よく爽やかに撮影現場に登場した平野は2度目の出演ということもありスタッフと談笑しながら撮影への打ち合わせを進めました最初のシーンは 椅子に座る平野を囲った5本の発射口から順番に水が勢いよく噴射され、その水を避けるという難しいものでした。事前に練習をしていたスタッフが実践してみせると、あまりの水の勢いに平野は驚きとともにうそだ。難しい、と苦笑い。その後は、慎重に水の動きを観察し、本番に臨みました。最初の5テイクほどは水の勢いにうまく対応できず、 顔や身体に当たってしまうこともありましたが、次第にコツをつかんでいきました。平野の持ち前のダンスのキレを生かし、連続して噴射される水を見事に避ける姿に、現場のスタッフも、さすが、と簡単の声を上げました。このような難しい撮影にもかかわらず、常に笑顔を絶やさず、楽しんで挑戦する平野の姿勢が印象的でした。新 CM の見どころは、 平野の美ししい目にフォーーカスしたシーンです噴射される水を華麗に避けながら自慢の目をクールな視線でカメラに披露する彼の姿は圧巻です監督も完璧かっこいいと感嘆し平野の目の美しさに魅了されていました撮影中平野の明るくサービス精神旺盛な一面もたびたび見られスタッフと楽しく会話する姿や ククランクアップ時にはメイキングカメラに向けてポーズを決める場面もあり終始和やかな雰囲気で撮影が進行しました今回の CM で自身がパワーアップした点について問われた平野は夜ご飯だけなんですが最近すごく食べるようになりましたと答えました先日もメンバーやスタッフとステーキを食べに行きお肉を5 5 0ムとご飯を大盛り一杯中盛りを3杯もおかわりするほど元気いっぱいだと明かしました また、商品の機能性にちなみ、16時間の自由な時間ができた場合には、最近は映画を見れていないので、16時間ぶっ通しで見たいです、と語り、自身の趣味についても触れました。さらに、平野は、ボシュロム・アクアロックスシリーズのイメージキャラクターに再任された際の喜びも語り、僕自身もボシュロムの愛用者なので、自分の愛用している製品のお仕事ができることがすごく嬉しいです、とコメントしました。 普段からコンタクトを使用している平野は、メガネを持っていないほどコンタクトに依存しており、休みの日でも必ずコンタクトをつけるほどです。コンタクトを使用する上で最も求めているものについて問われるとうるおいと答え、このコンタクトがその要望を満たしていることに満足している様子を見せました。平野は日常生活でも目のケアに気を使っており、 お風呂に入る前にコンタクトを取ってシャワーを目元に当てることで疲労回復を図っていると語りました。また、最近パワーアップしたこととして、食事量が増えたことを挙げ、食べても食べても食べられるようになりましたと笑顔で答えました。さらに、平野が今フォーカスしているものは、植物であり、お気に入りの海外の植物を家の中にいくつか置いて、癒しと目の疲れを取るようにしていると話しました。 16時間の自由な時間ができた場合の過ごし方については、映画を見ることを挙げ、最近は映画を見れていないので、16時間ぶっ通しで見たいですね、と語りました。最後に、平野は、皆さんこんにちは、平野翔です。僕が出演する新しい CM がスタートします。大量の水を浴びる撮影でした。僕のしたたる目を強調した CM をぜひご覧くださいとコメントし、 新 CM への期待をを込めてメッセージを送りました。このように平野翔が新 CM で見せるパフォーマンスは圧巻です彼のプロフェッショナリズムとチャレンジ精神そして撮影に臨む真摯な姿勢が映し出されていますこの CM を通じて平野の魅力がさらに多くの人々に伝わることでしょうまた平野自身もこの CM を通じて成長し新たな一面を見せています これからも彼の活躍から目が離せません。平野翔の魅力的な目と、その演技力を最大限に引き出した新 CM、続プできる男ペンは、視聴者に深い印象を残すことでしょう。彼の透明感あふれる爽やかな姿は、多くの人々に共感と感動を与え、新しいファンを獲得すること間違いありません。ぜひ、この CM を見逃さず、彼の滴る目の美しさと、 挑戦しし続ける姿勢を堪能してくださいそして彼の今後の活動にも注目し応援していきましょうまた今回の CM 制作の背景には平野紫の多彩さとそのキャリアが反映されています彼はこれまで音楽ドラマ映画など多岐にわたる分野で活躍してきましたその中で培った経験とスキルが今回の CM における難しい演技にも表れています 特に、彼のダンスの才能は水を避けるシーンで生かされており、まるで舞台上で踊るような優雅さと力強さを感じさせます。平野のキャリアを振り返ると、彼は常に挑戦を続け、自己成長を遂げてきました。その過程で得た自信と技術が、今回の CM 撮影にも反映されているのです。例えば、ドラマや映画でのシリアスな役柄を演じる経験は、 今回の大人っぽい CM の演技においても役立っています彼はただのアイドルではなく真のエンターテイナーとしての地位を確立しつつありますさらに今回の CM での経験は平野にとっても新たな学びとなりました噴射される水を避けるというシーンはまさに身体能力と瞬発力を試されるものですこれに挑戦する中で彼は自分の限界を再認識し さらに高みを目指す意欲を強めたことでしょう彼のコメントからもその前向きな姿勢とチャレンジ精神が伝わってきますまた CM の撮影現場での彼の様子はプロフェッショナリズムだけでなく彼の人間性も垣間見せていますスタッフとのコミュニケーションを大切にし和やかな雰囲気を作り出す平野の姿は彼の優れたリーダーシップとチームワークの精神を示しています このような人間性が彼の人気の秘訣の一つでもありますそしてこの CM を通じて視聴者にも新しいメッセージが伝えられます現代の忙しい生活の中で16時間の潤いを提供するコンタクトレンズは快適さと便利さを象徴しています平野の爽やかで透明感のあるイメージがこの商品の特徴と見事にマッチしています彼の演技を通じて 商品がが持つつ価値が一層際立つのですこの CM はまた平野自身のブランド価値を高めるものでもあります彼の出演によって商品自体の信頼性と魅力が増し多くの消費者にアピールすることでしょう彼のファンだけでなく新たなユーザー層にも影響を与えることが期待されます